ございます。今日はですね、うちで人気の、フリッコチーズとジャガイモのカリカリ焼き、これを、オンラインショップの商品化できたというのを、直井が言ってきまして、その様子を見てみようかなと思います。実際の YouTube やってみてですね、お客さん、見てきて、オーダーされるメニューの中でフリッコがやっぱり一番トップなんですね。であとですね、ボンゴレビアンコであったり、もちろんアクアパッツァであったり、ボロネーゼであったり、カルパッチョであったり、あとは何だろう、いろいろなメニューを、本当にオーダーしてくださいます。おまかせコース以外に、でもやっぱり一番なんといってもフリッコ、これの作り方をまた皆さんにご紹介するのとともに、その商品化の過程をちょっと撮ってみたいなと思います。新人の池田がいます。池根がいます。おはようございます。おはようございます。どうですか今できたって。もう焼いてるのね。そうですね、今焼いてて、これから途中にまで行かないで、説明を、じゃあちょっと説明をお願いします。説明してもらって、通販の振り子も営業の振り子も同じなんですけど、チーズが4種類、こちらが合わさったもので、このように冷凍でストックしているんですけど。もう原型ないの？もう今原型は、冷凍であるかどうかというのになります。これがプロボロネチーズです。そしてあとコンピーナ、あとタレッジョと、あとこれがエラム、チッパチャですみたいな。これが2に対して、これ5、この3種類のチーズが1に割合。もう一度言って、どれが 2？ グラムでこれが2です、これ3つの合計が、これがこれって何だっけ、タレッジョ。違う、これ2はどれ。2はエダムです。2がエダム、エダムが2に対してタレッジョ1、プロボロネ1、コンティーナ1です。いつも同じラインナップなの？いつも同じです、チーズは4種類 100g で、ジャガイモも 100g 用意します。で、ジャガイモ、これ蒸してある？茹でてある？蒸しました。蒸してあるね、はい、蒸して皮を剥いて、かなり柔らかめにしてるんですよね。はい、柔らかくなってます。チーズおろし、100g、そのおろし金、ちょっと前面見せてくれる、チーズおろしのところがあって、で横がパルメザンチーズとか、細かくおろす、これは何ですか？これは、生姜おろしたりとかしたりします。一般的なおろし金よね、もう一つがこれはスライスしたりするね、そうです、こういう器があります。このちっちゃいのは100円ショップ、100均なんかでも売ってると思います。でこれとあと、次は玉ねぎ、玉ねぎのフォンドゥータ、玉ねぎを柔らかく煮込んだというような意味なんですけども、いっぱいの玉ねぎをちょっと水分入れて蒸し煮にして、こう網色まで焼いたものです、こういうものを入れるとちょっとコクが出るんですけども、やはり家庭では入れなくてもいいですね。もしくは炒め玉ねぎでもいいのかな。そうです、玉ねぎをちょっと入れます。材料としてはもうこれだけなので、あとは焼いていくだけです、おはようございます。どうぞどうぞ。おはようございます。ちょうど今浜田が、フライパンに入れるとこちょっとこぼしたんで一応送りました。浜田いいですか？フリッコ、多分うちが一番日本のレストランで出してるとしたら、昨年度は間違いなく浜田が一番フリッコを焼いてた人ですね。じゃあ、説明してください。外火つけると焦げちゃうので、もう中火の、中火ぐらい、縦で言うと中火ぐらいで、チーズが溶け始めたら、
じゃがいもとまとめる感じですか。ゆっくりゆっくり加熱していくんですね。はい、はい、同時で向こうで河合の人がやってます。今日は河合シェフはアクアパッツじゃありません、フリックやってます。アクアパッツはお休みします。今営業前なんで、営業前の仕込み中です。溶け切る前にじゃがいもと混ぜながら、火を入れていきます。はい、ちょっと向こう行きます。こうやってオーダーが立て込んだ時には、複数名で作ることもあるんですけども、まあ、あんまりこうないよね、3人でこうやってね、今度やるといえば。はい、焼き上がりがこんな感じになりますね。よくお客さんからフリット作ったことあるけれども、うまくいかなかったって聞く、まあ、原因としてフライパンにくっついたって言われる方が多いんですけど、ノークチーズとジャガイモをよく混ぜてあげて、うん、まあ、普通の家庭のアメリカスーパーといろいろなメロンパンであればくっつかないと思うんですけど、もちろんテフロンが揚げてきちゃったりするとそこが当たる原因になってしまう、うん、だからこのブチで使ってるバラリーニ、これ買って作る人が多いですよね。鉄もね、綺麗にきそうなんですけど、鉄は割とくっついちゃうんですよね、鉄はね。鉄だとか、テフロン加工のフライパンがいいと思います。ちょっと3人それぞれの鍋の様子、溶け方がちょっとずつ違いますから。川内さん、今それ何してるところですか。ちょっと不正形というか、丸く形を整えらして、もう今全体が馴染み出したので、あとはフライパンの熱で焼きながらちょっと丸い形を作っていきます、うん。まあ、これがまあお店で出すにはまあ必要なんですけど、家庭ではそんなにこだわらなくていいですね。もう3つでも、いろんな形があっていいと思います、うん。はい、丸くなくてもいいんだよね。そうですね、丸くなくてもいいホットプレートでね、楽しいかもわかんないね、お子さんと一緒にね、ペッタンペッタンと。今の川合さん、もう一回やって緊張します。元に戻して、はい、これはさっきの状態です。そして焼けてきたんで、はい、繰り返します。はい、こんな感じです。じゃあ今度は浜田さんの方はまだ周り形を作っているけど、はい、シフナスの前の段階ですね。ただ溶かしていくところです。今の入ったと思うんだけど大丈夫大丈夫。こういう感じで両面ひっくり返しながら焼いていくわけですね。美味しそうな焼き色になってきました。川合さん、目安としてはどこら辺まで。目安としては全体的にきれいに焼き色がついて、ちょっと表面がカリッとしたような状態になるからいいと思います。もうだいぶ仕上がり、そうですね、もうだいぶ仕上がってきて、あと火が入ってくるとじゃがいものこう真ん中のフリックの真ん中がこうずっと上がってくるんで、ちょっと火が入ったサイズというか、かなり美味しく、中はもちもちで表面はカリカリした食感になると思います。もう大体出来上がりですね。大体出来上がり。浜田さんは、はい、これは今2回目ひっくり返す前です。うん、まあ、片手でひっくり返すのは難しい人は今浜田がやったような感じでゴムベラかフライ返しに使って新焼きもらったりしてるんですね。はい、川合さんの方もそれぞれできましたね。何条が言います。ファイティングポーズ。僕ではイケデが何かしてます。何してんの。営業。はい、うん、
はい、これで焼き上がりをして、これからの工程は今あと2人も焼けてから、焼けてから聞きましょうか。はい、はい、じゃあ2人も肉焼き上がります。結構でも1枚焼くのに何分ぐらいかかるかな。やっぱり10分弱ぐらいかかるよね。5分じゃなくて、はい、この並べたものを今河合さんがやってますけども、はい、瞬間冷却、瞬間冷却で一気に凍らしちゃいます。フリッコはまだ熱々ですね。熱々のものを、一気に瞬間冷却します。そして凍ったものがこちらに、凍ってパックしたものですね。これは凍ったものをパックにして今保存しただけ。これは真空パックして、今ちょっと熱になってるんですけど、85度で1分間加熱して、うん、表面殺菌をして、また再度冷凍をかけて、出荷する状態にしてあります。だからそこ本当になるべくの菌を出さないようにってことですね。はい、じゃあこれちょっと焼くんですか。そうです、これは、はい、じゃあこれ焼いてちょっと食べさせてください。これが今自然解凍して、もう戻った状態です。自然解凍、外に出しておいて。そうです、外に出しておいて、あともしくは冷蔵庫で一晩とか置いていただけると、はい、解凍されるので、はい、これを開けてもらってないで、フライパンです。フライパンに火をつけずに入れていただければ、うん、はい、まだ冷たい状態ですね。そうですね、はい、でここからもう火をつけていただいて、もう多分片面1分1分ぐらい入れてば、もう火は入っているから温め直す、火が温まれば大丈夫。むしろ天板に入れてオーブンで温めるというのも、あ、それでも大丈夫だと思います。はい、まあ、一回温度を温めてくれたらいいね。そうですね。ただ電子レンジで温めたらどうだったの。食べれないことないんですけど、ちょっと食感が変わってもっちりした感じになってしまったので、うん、お店で出しているフリッコとはちょっと違うので、うん、おすすめとしてはフライパンで温め直していただくか、オーブン焼き直すということね。はい、小川さん、キャップかぶってない方がかっこいいって言われるコメントがいくつか入ってるんだけど、うん、でも仕事中はきちっとしてるよね。はい、どうですか、はい、大丈夫ですか。もう行きますか。初めてだよね、冷凍の。初めてです、うん、で焼き直しをしてどんな感じなのか、俺も食べるからね、はい、全部食べないようにね、はい、残しておいて、ありがとう、分けてくれて。見た目からしても口で出してフリップ、うん、じゃあ、も食べます。じゃあまず2人の感想聞こうかな。正直な感想聞きたいな。実際普段のものと、いや、本当に食べてる、うん、ような雰囲気で、うん、変わらない感じ。変わらない。見た目からもそうですけど、うん、味も出だしてる。本当、それすごい重要なコメントなんで、いや、フリッコはね、だから YouTube 見て作ってくれてる人は全国にいらっしゃると。ただ食べに来れる人って限られてるじゃない。で、来た人はやっぱ確認しに来たとおっしゃるんで、ね。でも多くの人が確認できてないんで、これを買っていただければ確認できるということだね。はい、ニーナと川島2人が承認する承認だね。申し訳ないね。まあ問題としては温め方ですよね。そうですね。はい。うん、作る時もちょっと試行錯誤で、本当に冷凍してこういう形でやって、どうなるんだろうって思って試しに作ってみ、でシェフと試食したら、これすごいっていう。うん、
今ちょっとネタバラされちゃったんですけど、日高今日初めて食べるもんね。さあ、もうすでに試食してます。じゃあちょっと日高食べるところ取ってください。今、はい、初めてですか。初めてです。ちょっとちゃんと取れるか。映ってるよ、映ってたら取れてるよ。はい、大丈夫です。もう一回食べてます。うん、本当にね、間違いないです。日高も承認になりました。ぜひこれもとまた試してみてください。はい、じゃあここにいるメンバーみんなでバイバイ。亀井さん。なんか言ってよ。はい、ね、こうみんな仕事終わった後とかに、うん、こう必死にみんなで一個一個手作りで作ってますので、ぜひ、ね、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なお。なお。